私の記憶が確かならば、カイドウの神様はこう言った。真のカイドウの鉄人はどんな状況でも勝負に負けない。歴史を変えるカイドウの鉄人にいつか会ってみたい。その夢を実現させるため、私はカイドウスタジアムを思いついた。シーサー、次負けたらお前もクビだぞ。登場のチャンスを与えていただければ、その時こそは絶対に生かしたいと思います。シーサさんの泣きの一回、私がお受けしましょう。我がカイドウスタジアムに新たな挑戦者が現れました。本日の挑戦者、この方です。五十嵐さんですか？マリ城をやられてる方ですよね。負けるわけにはいきませんよ。まあ、なんとかいただいたこのチャンス、僕はもう生かさないわけにいきませんし、ここで、流れを一気に変えていきたいと思いますので、五十嵐さん、申し訳ないですけど、今日は僕の踏み台になっていただきたいと思います。まあ、審査さんですか？もう引きがお化け、ただただすごいっていう、もうそういうイメージだったんですけど、私もこの番組を毎回見させていただいております。もちろんシーサーさんの回も見させていただいてるんですけど、なんかあれ大したことないなって。シーサーさん、今日負けたらあんたはもう鉄人じゃないわ。私のボーイとして使ってあげる。私にとってパチスロとは、愛が壊れていったものです。五十嵐さんなんで、行く機種は多分もうあれで間違いないと思います。というわけで、あ、行ってますね。あれ押さえないのかな。ちょ、あれ外線行くと思ったんですけど、外線抜けてる。え、どこ行くの。え、外線じゃないんですか。ちょっとあの審査さん負け続けてるんで、まあ、設定とか関係ないと思うんで、はい、ちょっとついてきてください。はい、え、凱旋じゃないの。ちょっとあ、こっちにもあるんだ。はい、びっくりした。もうね、目立つとこでやりましょう今日は。なるほどね、広いところでね、はい、広いところでやりましょう。あっちのメインのコーナー抜けたんで、どこ連れて行かれるのかと思ったら、ちょっと安心しました。いやいや、そりゃそうですよ。じゃあ凱旋勝負で、はい、こちらで行きましょう。はい、お願いします。どちらにされますか。角で。角で。じゃあ、はい、私シーサーはこちらにします。今回の実戦機種はビリオンゴッド神々の凱旋だ。バトルスタート。マルハンチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。全敗の鉄人シーサでございます。さあ、というわけで今回もやってまいりました、はい、カイドウの鉄人なんですが、今回は五十嵐マリアさんとの対決となります、はい、よろしくお願いします。いやー、よく僕に勝負を挑んで来られましたね、はい、全敗の鉄人。全敗の、うるさいわ、全敗全敗まあ言ってもね、五十嵐さんも結構凱旋打ってるイメージあるんで。打ってますね。しかも本当にもう打てなくなるっていうのもあり、最近は結構打ってますよ、うん、打ってます、打ってます、打ってます。引けてます、引けてます、引けてます。うわ、ちょっと怖いな。審査さんと違って私は引けてます。初めてなので、はい、いろいろこう和気あいあいとね、お話ししながら、はいはい、そうですね、ちょっとお互いのことも知りながらできたらいいんですけど、はい、今日はもう勝負なんで、バチバチで、うん、そんなね、
なんていうんですか、なーなーな関係じゃ打ちたくありませんので、そろそろ勝とう。でもこんなこと言われたくないわ。全敗って言ってもそんなね、何回も打ってるわけじゃないですけどね。でもあの街道の鉄人で、はい、あ、これはどうなんだろう、あの 女性枠、はい、これ難しいな。でもちょっと待ってくださいね。初の女性枠、いや、ちょっと待ってください。何ですか。アルテミスの矢でリプレイ外れました。まあ最中裏点、さすがにそれは。え、何何、女性枠で初の真の女性枠じゃないですか。女性っぽい方が来ましたけどね。そうなんですよ、はい、ちょっと際どいですけど、はい、真の女性枠で、はい、あの来させてもらったんで、まあ、下手な結果を残すわけにはいかないと私もこう思ってますんで。気合が入ってるんですね。気合入ってます。だから今日はいつものラフな格好じゃなくて、ちょっと清掃というか、決して私服が地味なわけではいやいや、なんか地味なイメージありますけど。え、地味なんですね。そう、ジャンバリー .tv であのマリゾーっていう番組を、あのやらせてもらってて、だいたい凱旋を打ってるんですね、はい、そうですね。でその時はドレスが基本的な衣装なので、はい、その時のゴッドの確率、まあ高確率で引けてるわけですよ。なるほどね、うん、じゃあ今日はマリジョーバージョンで本当に清掃できました今日は。じゃあ、はい、当たりも引くんでしょうね。いけます、いけます。じゃあ僕より先に当たりが引けなかったらどうします。ちょっとそんな折り方あります。そんな折り方あります。じゃあせっかく、はいはいはい、まあ、綺麗なお召し物着てらっしゃるので、はい、じゃあ僕が先に当たりを引いたら、はい、この五十嵐さんの全身ショットをあの視聴者の皆様にお届けするっていうのはどうですか。全然いいですよ。でも私が先に当たり引くんで。ああ、もう何でもしますよ。そしたら何でもしますよ。初めてねこの番組で女性と対戦しますけど、女性って怖いですよね。もう本当に何考えてるのか、本音なのかどうか。73連しました。73連やめて。3連です。うん、裏手にいるんじゃない。下段キナナです。あの太陽の戦車で下段キナナ、激アツですね。これさっきアルテミスにあのリプレイ外れ出てるんですよ、はい、え、これ俺やろ。ちょっとあれ、だってね、もう裏手中なら下段キナナ4分の1で当選ですけど、はい、それ以外だったらまあ当たんないんでね。よっしゃ、当たった。あ、早い、やだ。まだ当たっとらんけど、当たる、これは。やっぱ街道の鉄人、当たりだけは早い。当たりは早い。最初の当たりだけは早い。あ、そうだ、はいはい、僕が先に当てたんで、五十嵐さん。いや、言ってました、そんなこと。言いましたよ、お願いしますよ、その綺麗な衣装を取らせて。やだじゃないですか。やれよ。やだ。なんかあれですね、やだって言われたらやれって言いたくなりますね。140ゲーム投資の方が300枚です。早い早い。おお、ねえ、やちょっと待って、今日は勝つ前、今日は勝つ前、もう半べそ、もう半べそ。いや、素晴らしいおもてなしありがとうございます。いやー、なんか違うな、なんか違うな。1000回転くらい回していただいて、違うんだが、ちょっとこれは気持ちいい。多分朝一裏点で当ててると思います。さあ、ポセイドンステージ当然2セット目突入確定してますけれども、まあ、前回前々回もそうですけど、なかなかこう大きな展開作れていない、ゴッドが引けていないというのは原因の一つが、僕は AT をなかなか継続させれていなかったということにあると思うんですよね、はい、やっぱり当てても当てても1セット2セットの AT を繰り返してしまうと、まあ、これは難しいじゃないですか、うんうん、でこれまでの僕の実戦もどちらかというと通常時よりも AT 中にゴッド引いてることが多いんですよ。なるほど、そうですよね、ってことは、はいはい、AT が結構続いてくれれば引ける可能性がアゲアゲになるってことなんですよ。アゲアゲになるってことです。アゲアゲですか。見とってください、今日はもうプシュンプシュン言わせますから。やばいな、今日ここで爆発する可能性でもありますもんね。ある。あと五十嵐さんに一つプレッシャーかけておきますけど、はいはいはい、これまで僕は負けてますけど、対戦相手の方がまあゴッド引いてますんで、はい、もう毎回のようにゴッド引いてますんで、逆にプレッシャーかけてきました。でもやっぱ基本私結構
スロースターターなので、はい、朝から飛ばすことはまずできない。確かに僕が見た動画も、はい、結構天井前でね当てたりとかしてますもんね。何ですか？天井前でね。何ですか？天井まで行かないところぐらいで。変な回を見ないでください。それなそんなはないですよ。いやありますよ。ない一度じゃないですよ。ありますよ。これやばいんじゃない？五十嵐さんの台早くないですか？もうやばいんじゃない？静かすぎるよ。やめてやめて。いやまだ始まってないから。いや無理やわそれも。ちょっと待って1枚なくなった。なんか、まあうん、あいいですか？はい。シーサさんって、うん、あんまり女性と共演されてるのをお見かけしないような気がするんですけど。あそうですね。苦手ですか？特に僕が女性が苦手だからとか、まあ、男性が好きだからとかそういうことじゃねえわ。それちょっと今言いたくても言えなかったですけど、ありがとうございます。ちょっと待ってね。はい、見せ止め終了しました。はい、547枚です。ないです。もうこれ裏点だとしたら2セットぐらいで終わってほしくないですけど、まあまあ引っ張られたんでね、矢外れから。ありました。3セット目終わらんよこれは。あやばいかもしれない。いややばいよ。もうこれはもっと引かんと間に合わんぐらいの差ついてますからね。そんなに？だって1000枚でしょ投資。だってこっちガツガツ投資してますから。300枚でこれで800枚ぐらい出るんで。まだ分かんないです。やだじゃねえわ、まだ。いやでも最初のあたりで箱使うってめちゃめちゃ久しぶりな気がするな。400超えましたね浅い。あと600ですね。ちょっとあと600です、ね、なんてこと言うんですか。皆さん五十嵐さんはね、はい、リセット後の400ゲーム台と900ゲーム台、そして通常は1300ゲーム台からが結構当たりを引かれる方なんで。本当にバカにするのやめてもらっていいですか？ここから多分旗当たり割と早いと思いますよ。煽り煽り。それはやめてもらっていいですか？ある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 か。あるあるじゃない。ないない。あるでも嫌じゃないですか。女性だからって手加減されたりとか。女性だからってなんかこう、分かります、ね、変に優しくされても嫌じゃないですか。はい、嫌ですね。だから僕は今日ぶっ潰しますよ。あなたぶっ潰しますよ。ちょっと今絶対自分が出てるからって強気じゃないですか、ね、今しかないと思ってます。今しかない。強気に出るなら今しかない。さあなんとか獲得枚数は順調3枚に近づけてきましたけども、3セット目終了。上乗せはここまでゼロというところで892枚です。ね、1000枚渡したい。そんな、ない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 。あ、あるばい。あるない。微妙かな。あったあった。あもう4セット目。諦めるなら今のうちよ。いやほらいや見て。ちょっと待って。ダメだって。確定しました。ダメだって。まあちょっとあんまりにもこう煽られたんで。かわいそう。まあここはね、大人げないですけど、ちょっと鉄人の意地というものを出しました。いやこれは気持ちいいですよ朝から。まあ間違いなく裏点だったんでしょうね。そうですね。負けながらも惜敗というか最後までわからない勝負もあったわけですよ。結構接戦で。ただ今回があっさり決まりそうな。もう最後まで番組、むしろ後半戦見らずとも待って、まだ1時間。まだ1時間。いやこれもう前半戦で勝負ありよ。だそんなことない。野田凱旋じゃないですか。何のために言ってると思ってるんですか。でもあれを投資があんまり大きくなるとゴッと引いてチャラとかね。下手したらゴッと引いてもまだマイナスっていうことありますから。仮面ライダーとか超威打点とかそっちの方に行ってもいいんですよ。でも私も本当にスロットですっごい負けてて、パチンコに行って、はいはい、いい思いをしたことが一度もない。あ、そうなんですね。ないんですよ。あ、パチンコ下手くそなんですね。ちょっとそっかそっか、それはもうここぞとばかりですね。いや季節の変わり目、だんだん気温も下がってまいりました。衣替えの季節、何かとね出費も多い季節になります。まあ、その中で朝から低投資でねこれだけの展開来るというのは、いい秋を迎えられそうです。まだ終わってない。早い。1時間。まだ1時間。ドキドキしましょう。よーさあ4セット目、今日初の G ストップになります。決めそうだ、怖い。
いやダメだな、やっぱ F 値難しいよな。1個でも乗ってくれたら嬉しいけどな。ここ鏡なし、ボタンなし、そして左が全部数字っていうね。いいですよ。さあラスト、私3枚目です。あーボタン結局1回も出せず S5、 もう5しかないやん、ここ終わった。セーフ、セーフ。あーチャンスは生かせず。いや多分無意識のうちに相当今日力が入ってるんだと思います。なぜかというと、はい、結構ね体が熱くなってくるんですよ、気合が入ってる時。はいはいはい、あ自分で感じるくらいですか。そうですね、うん、もうこの辺がちょっと熱を帯びてます。パワーこもりまくってますね。じゃあうん、多分今日解放する気かも。いやなんかちょっと嫌な予感本当にしてますもん。1252枚で4セット目が終了。まあ枚数も順調ですね。覚えてますね。この辺りでもう V が来たらとどめさせてしまうんじゃないかな。本当にそれはもうオーバーキルですね。はい、3でした。5セット目、そろ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 終わってもおかしくないかなと思います。そろそろでお願いします。なんか天井行くときってすごいドキドキするんですよ。私しますよね。すごい、みんなしますよね。本当に心臓が煽られるんですよ。あそんなに。もう結構やばいみたいな。どっちどっち、取れなかったらどうしよう、どれだけ出るんだろう。いやどっちか、天井までたどり着けなかったらどうしよう。その前か。1566枚という結果でした。6セット目があるかな。なんかこの5セット目で切れそうな気もするけど。怖いですね。まあ1500枚以上取れたんで。あるあると思ってました。いやーそう、そんな取れます。先に言っときますね、ごめんね。言っときます先に。やっぱ審査さん的にもやっぱ引くものは引いてないじゃないですか。そう、正直まだ嬉しくない。もう日向4連、さあここに来て上乗せチャンスですね。次の7セット目があるかどうか分かりませんが、残り4ゲーム全部日向で終わらせたいですね。この4ゲーム怖い。セーフ、セーフ。欲しかったな。何もないんですよ AT 中。続いてはいますけど。いやー上乗せできずに6セット目までこれで消化になります。はい、1888枚です。終わってください。さあ7セット目があるかどうか。ここまでかな。あ全然ダメですね。ラスト、はい、6セットで一旦ここはリード抜けました。まあ1888枚の獲得は300枚の投資からですから。素晴らしい。プラス1500枚、いいスタートにはなりましたね。いいスタートにはなりました。ただ僕は凱旋、まあ、今日はボット引きに来てますから。そうですね、私もですよ。どんなにハマってもここから分回しますんで。そうなんか自分との戦いみたいなのちょっとやめてくださいね。まだわかんないです。いや 今はだってそうですよ、まあ、だって勝負になんないもん今はね。確かにもうあの背中が見えない。そう、後ろ振り向いてもいないんだもん、うん、いないね、いないですね。でも怖いのはやっぱり天井に行った時ですよ、こっちからしたら、ね、あと200ゲーム、まあまあ長いですね。とりあえず2セットであればちょっと。いや AT の2セットはあっという間だけど、その200はめちゃめちゃ長いですよ。なんでこんなに違うんでしょうね。大丈夫ですか。同じ200ゲームなの。大丈夫ですかとは。大丈夫ですか。大丈夫ですかとは。その勢いで行っていいんですか。一回手止めてこう一息ついてもいいんですよ。いや大丈夫大丈夫、もう分回さないといけないんで。あもう風とか吹かないで、落ち着いて落ち着いて。荒ぶるな、荒ぶるな、荒ぶるな彼。怖いですね、ちょっと。めちゃめちゃ怖いですよ。めっちゃ怖いんですよ、本当に。しかも一人じゃないじゃないですか、今日は。一人で打っとるなら、ね、まあ負けてもしょうがないかってなるけど。まあ、確かに。そんなところで当たったらもう話になりませんもんね、本当に。ちょっと、はい、あ、ちょっと。まあまあ、リップさんなんで、リップさん簡単にはですけど。リップ神様にちょっと。リップ神様にお願いを。3か。
いや、いらないですよ、いらないですよ、ここは。ああ、もうこれ以上差をつけてしまったら五十嵐さん帰っちゃう。やばいよ、それは。リプさんでございます。リプさんしかもリプさん。AK が終わってまだ68ゲームなんてこってすか。多分これ設定高いっすよ。ちょっと、いやだって当たり方もいきなりね、裏天国であって。いきます。さっき AT 中のGスト1回失敗してますんで、ここはしっかり当てておきたいですね。通常ですもんね。いい、もう1か3か5でいいんですって。ここはちょっと、あー、ダメよ、ダメ、ダメ、いけ、よっしゃほら勝負ですから。さあ、2回目の当たりは、それはダメ、それはいか SCG でございます。ちょっと先に箱にメダルを入れましょう。いやちょっとこれはまずい、本当に全然いかんと、これはいかん。鉄人なのにちょっと大人げないところ見てしまいました、すいません。いや、これは本当にまずいな。めちゃめちゃいいところで持ってきたぞ。でも SDG は本当僕下手くそなんで。あ、そうなんですか。あんまり乗せれないですね。かといっていいナビなしでループをもらえることもほとんどなくて、この調子でもう残り6ゲームしかない。頼む。まずい、これはまずい。あと4ゲーム。あー、あと2ゲーム。ラスト、まあ、できれば赤7欲しいけど、ダメでも木7。ラスト、あー、何もなし。助かったな。助かった、助かったな。ちょっとね、レア役を連打してますね。ちょっとまずいかもしれない。ちょい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 、何やってるんすか。やばい、これやばい。何やってるんすか。今さら台が目覚めてきた。そこは当てるとこじゃなかろう。今じゃない、本当に今じゃない。ちょっと怖いな、もう本当に怖い。あー、待って、うわー、ちょっと、なんしよん。これもうちょっと多分やったかも。いや、ちょっと待って、やった。今までそんなに静かだった台をさ、どうして天井までそうやっていろいろ引くんですか。おかしいでしょうよ。ちょっとね、すいませんね、これ演者としてどうなんすか。朝一せめて天井見せれたらまだいいですけど、すいません、ね、なんかちょっと説教みたいになってますけど、おかしいでしょ、うん、どうしてくれるんですか。ちゃんと外してくださいよ。本当に怒られてる、ね、いやいや、本当に怒るわけないや。怒る。いや、それぐらいそこは頑張ってほしい。いや、本当に、本当に、うん、本当に、いや、本当にこれはいかん。これは本当にいかんけど、うん、回せない。回しいよ、もう早くそこ越えよう。本当怖い。あなた何ですか、天井前プロ。天井、あなたが天井ストッパーですか。はい、私天井ストッパーです。目が光ってる、シーサさんの目が光ってます。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、よしよしよし、大丈夫だ。ただ今なんか引いたらやばい。ああ、いや、すごい、すごいですよね。逆にすごいわ。そう、なんかまるで振りだったかのような展開になってますけど、こんなとこでフライガーを回収しなくていい、いいの、やばいぞこれは。でもなんやかんや乗り越えそうじゃない。そこはアクロポリスなかなかね、当たんないですし。当たんないですよね。でもこれリセットっていう前提で話してますけど、そうなんですよ。最悪違った時もね、最悪据え置きっていうオチもありますんで。でもまだその方、ね、まだその方、あーっとだ。いや、大丈夫よ、当たらん、当たらん、そんぐらいで。当たらんそんなんで当たる台ならもう当たっとるわ。確かに。各ゲームしようか。 SGG 中に上乗せ抽選を一度受けてはいますけれども、どうか。
と10ゲーム。はい、ここは単発ですね。もう大丈夫ですね、五十嵐さんの方も。いやー、もう絶対ダメかと思いましたけどね。ちょっとあの900ゲーム前後のあの動きはめちゃくちゃハラハラしましたね。あれは本当に終わったと思いました、本当に。3です。うん、さあどっちだ。とりあえず先18ゲームで投資が40本ちょうどですね。で当たりました。さあ行きます。白です。まだわかんないですからね。まだわからない、うん、40本か。80% 取れてればひっくり返せますね。うまくここ取れてないとまずいですね。でもさあリプレイ4連頼む。左、あーなんでこっちから、あーもういった。なんか一気に流れが良くなるかも。流れ良くなるかもの、この G ストップ次第ですね。ちょっと、いけます。いけ。もう一回リプレイ。おお、いいね。6連目。よし、鏡で。あー、よし、3分の1。はい、いけ。よし、これ五十嵐さん、なんとかしろ。しかもこれで 80% も取れとったら、これ取ったらもうえらいことですよね、うん、2000枚ぐらいは全然出ると思う。追いつけますね。いけます、いけます。すごい、頼むぞ。ちょっと私もね SG って下手なんですよここででもなんとか流れを変えなきゃいけないんで、うん、いけます。面白いバトルになってきた。いやー頼むぞ。残り5ゲーム。はい。ああ、まずいぞ。頼む。ラスト、ラスト、ラスト決めよう。ああ。まあまあ、とりあえず1セット。とりあえずは1セットですね。兆しはでも。兆しは、うん。あると思います。 2,3 連です。さあ今度はリプ4連で G ストップ確定です。さあここも早いですよ。まだ AT 終わって61ゲーム5連目まで。神様、うん、いや今日ははまらないな。本当に今日ここで解放しようとしてますね。当てながらゴッドを待つっていう理想の展開です、ね、理想の展開。さあ行くぞ。当てれば3回目の初当たりになります。7とエスがある、7とエスがある。わあ、5回。ああ、まあまあまあ、ちょっとだいぶしましたけど、これで3回目の当たりになります。メダルが全然減らない。ちょっとずつ増えてる。あとは先ほどリップさんからの当選ありましたので、この AT の後にもう一つ G ストップがあるかどうかというのも楽しみなところですね。はい、ワンセット終了の289枚、もう1セットはとりあえずあります。結構行きますか。行くことあります。いや僕はあんまり行かないです。ですよね。全然は行かないですね。あんまり本当に見ないから、うん、行くことはもちろんありますけど、結構そんな五十嵐さんほど行かないです。いや私本当に合格率で行くので。あ、でも打ち始めが途中からとかあるじゃないですか。あ、まあそうですね、確かに。朝一からなんであんまり行かないですね。だからまあ天井慣れてますね結構。246枚です。プライベートでも打つんですか。プライベートでも打つんですか。プライベートで凱旋を打つのはあんまりしてなかったんですけど、はい、この前もうなくなるっていうのもあって、はい、であと700ゲーム台が落ちてたんですね、はい、でいつもは打たないんですけど、うん、
あの手を出しちゃったんですよ、はい、そしたら案の定、まあ、天井付近までこう行きまして、天井付近まで、はい、あの天井手前で気7 4連をやらかしました。プライベートで、プライベートでそれやる、ね、気7 4連もうなんかすごい澄ました顔で打ってたんですけど、うんうん、もうパーってなります、パーってなります。さあ、当たりは順調に見えますけど、こちらの台2回ともあれですね、リストップからなので、まあ、リップさんは嬉しかったですけど、五十嵐さんのようにね、旋回転の幅がいつやってきてもおかしくない状況だと思います。はい、551枚で終了。いやー、どう、あると思います、あってほしいですけど、あると思います、あると思います。あ、聞こえてないか。みんな首をかしげてますね。ないですと。でもみんなが会ってくれと思ってますよ。うん、思って、それは間違いない。それはもうひしひしと感じ、うん、感じてます。頼む、奇跡をね。ちょやる気あるんですか。ちょいおい、ラスト鏡、おい、誰もが予想したことかもしれないけど、まだわからないという希望は私はなくさない。あー、持ち味出ちゃってるな、ちょっと持ち味出ちゃってるな。いいやん、持ち味出しとるなら。ダメ、これが私ですって言えば。そうなんだけど、ダメなんです。今じゃない、今日じゃない。いや、早すぎますよ、それは。あら、当たるんだ。いや、さすがにここは外れるかなと思ったら、早すぎません。あっさりと4回目は109ゲームです。早すぎませんか。いつ、いや、まあ、なんか本当に引きそう。いや、でも結構ね、こういう当たりが軽い時って、はいはい、やはり1セット2セットで終わることが多くて、伸ばせずに、うん、結局赤ならもゴッドも引けずに勝っても大したプラスにならないということが多いんですよ。これすごい今厳しい状況の五十嵐さんに言うのもあれなんですけど、今日は引く場合、本当に今日は引く、そんな気はしてますけど、もう鼓膜破れるぐらいの大きさで二角って叫んでやりますよ、そっちに。いや、マジで今日は引ける気がする。高田の次は小倉です。小倉当たりますって。さあ、5回目の当たりになります。すいません、ちょっと早くないですか。131ゲーム、いや、めちゃめちゃ早い。っていうか、もうこの初当たり、リッツさんからの当選、朝日の裏転、この上ない展開ですよ。むしろこれで出せてなかったら恥ずかしいぐらいです。でも台を選んだのは五十嵐さんですからね。そうなんだよな。僕はこれその隣だったので座っただけですけど。よし、いや、そんな確信をついてこなくてもいいな。いや、早すぎる。ちょっと私5枚目いけます。もうなくなったか。オーバー三角二重ゲーム。おっ、7抜き7の1ゲームです。立ってます。おい、それ天国で刺したっぽいですよね。これは321ゲームです。やれやれ、頑張れ頑張れ。41本、まだまだいける。もうちょっと頑張ってもらわないと。よし、いや、これでこそ勝負ですよ。そうですね、もう上乗せしよう、上乗せ。まだまだなんとかなりますからね。まだ追いつけますよ。五十嵐さんが1000枚ぐらい出るまでは僕応援します。1000枚ぐらいまでは応援しますんで。あ、すいません、消しちゃった。さあ、5回目の初当たりですけど、セットも終了。ちょっと当ててはおるけど単発が多いんで、せめて2セット目までは行ってほしいんですが、ないか。
しょうがないですよね。まあ、高設定っぽい台で当たりが早い時って割と単発多いですので。さあ、1セット目は276枚。なんとか2セット目つなげたい。正直、はい、当ててますけど僕持ちメダル2000枚ないんですよ。2000枚超えてないんで。増えてないですか？増えて全然増えてない。お互い SDG を1回ずつ消化してるんですけど。そうですね、全然ダメダメの。SDG 引いてるの忘れるぐらいちょっと記憶に残ってない。内容がちょっと薄っちゃったんですね。あれは上乗せゼロだもんね。どっちも上乗せゼロ。ちょっとそこのリベンジもしたいな。さあラッシュと514枚17枚517枚で終了です。はい、かな。はい、はいじゃねえよはいじゃないでしょう。また怒られた。また怒られた。だってそれで今何500枚ぐらい取ってマイナス1500枚ぐらいでしょ、うん、こっちは1500枚ぐらいプラスがあるんですよ、うん、その差3000枚ぐらいあるのに。まだ分かんないですから。本当にちょっともうあんまりこういうこと言いたくなかったですけど言っていいですか。やだ、下手くそか下手くそか頑張れよ。やだ、本当下手くそって言われたくない本当に。だってそうやん、 SGG でも乗せれてないし、当てても2セットだって。それは一緒じゃないですか。それ以外でカバーしてますから、こっちは。最初の裏点だけじゃないですか。そうだけど、そうだけど最初の裏点だけでも当てただけます。確かに、当ててないやつは本当に何も言う資格ないですね。そうなんですよ、パティシロ勝負ってやっぱり出てる方が偉いんですよ。本当にその通り。それね、一番下結構、一番下が結構楽しいんですよね、サイドランプ。二番目、三番目だと右上がりキナナとか中段キナナぐらいですけど、一番下はゴッドまであるんで、面白いんですよね。いやー、ここはちょっと当たっていただきたい。おー、あ、早かった、27ゲーム。中段キナナの後ですよね。いつもマリ城で、はい、カメラマンさんと一緒に言ってることがあるんですけど、はい、ゴッドゲームはゴッドを引くまでのチャンスゾーンだって、メダルが増えるチャンスゾーンだって言ってるので、はいはい、まさに今チャンスゾーンに入ったわけですね。チャンスゾーンに入ってます。それでゴッドが引ければ五十嵐さんも2000枚ぐらいになるんで持ちメダルが。そう、ここでレイシンサさんが今とりあえずハマり続けてくれたら、はい、本当に勝負が分かんなくなる。この番組を見ている諸君、グッドボタン、チャンネル登録も頼んだ。さらに概要欄からは Twitter のフォローもお願いする。カイドウを愛する諸君、期待しているぞ。